ちょっと早口で言ってみようと思うんですけど、昨日かな、サッカーのワールドカップの抽選会がありました。ドローですね。で11月21日開幕のカタール大会、サッカーワールドカップカタール大会の組み合わせ抽選会が行われて、日本が、私サッカー好きなんですけど、私から見ると非常にいい組に入ったなと思います。いい組っていうのは、楽な組ではないです。グループ突破するのに。楽な組ではないけど、今まで、グループリーグで対戦あんまりなかったんじゃないかな。ドイツとスペインと一緒になりましたから。豪華メンバーですね。豪華グループですね。日本は、確か E 組かな ?E 組だったと思うんですけど、そうですね。スペインとドイツと日本。それに、まだ決まってないんですけど、大陸間プレーオフですか、コスタリカ対ニュージーランドの勝者、この4カ国、グループ E ですね、おそらく。ドイツ、スペイン、コスタリカ、またはニュージーランドと一緒なんで、何がいいってね、私、日本代表をね、今まで見てて、まずね、南米勢はちょっと厳しいですね、相手。南米はどこが来ようと、もちろん強いんですけど、強い上に日本は苦手ですね、南米サッカー。相性というんですか。であとアフリカ勢もね、何が起こるか分からない。勝てる時もあるんですけど負ける時もあるみたいな。で FIFA ランキングもあんまりね、アフリカ対アフリカ勢になると関係なく、勝つべき相手に負けたり、勝つべき相手に引き分けたりっていうの多いんで、アフリカ勢も苦手。どっちか読めない、数字が読めない。で中南米、これまたね、メキシコとかがこれまたね、相性あんまり良くないんですよ。で、そこがね、今回入ってない。南米いない、アフリカいない。で、ヨーロッパと、ヨーロッパ勢は割と相性いいんですよ、日本。勝てる。ただ、ドイツ、スペインですからね。ワールドカップの優勝経験国ですよ。ドイツなんて、3、4回優勝してると思いますよ。強豪ですね。これが一緒になっちゃったっていうんでね、決して楽な組じゃないけど、日本は、突破できなくもないと。コスタリカまたはニュージーランドに1勝して、ドイツ、スペインでどっちかに引き分ければ、もしくは勝てれば、1勝1敗1分けでグループ突破、もしくはドイツ、スペインを、ジャイアントキリングして、2勝1分けとかでグループリーグ突破、十分あると思います。で何が嬉しいってね、初戦ドイツとですから、ここはね、ドイツがね、ガチンコでやってきます。で本気のドイツと日本がどれだけ戦えるか、これ見ものですね。結構やると思いますよ、私。後半20分ぐらいまでスコアレスでいったらチャンスありですね。前半とか後半の序盤で点数がね、日本が取ろうが、ドイツが取ろうが、そういう展開はね、日本は私ね、勝ち目薄いと思うんですよ。やっぱり、落ち着いた試合展開で後半20分ぐらいまで点を入れられずにスコアレスでいったら、そのまま引き分けでもいいし、ワンチャン取って 1-0 逃げ切りで勝ちっていうのも見えてくるっていう、そのパターンが一番ベストだと思います。森保監督どう出るか、私だったらその作戦でいきますね。で1点先制したらドイツ焦りますし、まず後半20分までスコアレスで言ったらドイツ焦りますから、格上ですから。はい、面白い組に入ったな。でスペインも苦手じゃないと思います、タイプ的に。日本はもうドイツももちろん、ドイツはねちょっと体強いんで、どっちかっていうとドイツの方が私は厳しいかなとは思うんですけど、ガチンコで来るんでね、初戦で。2戦目で確実にコスタリカかニュージーランド、確実に取りたいですね。ここ取っての最後スペイン、その時どうなってるか、スペインがもうグレープ突破決めてるのかどうかね、っていうのが見ものだなっていう。いい組に入ったと思います、いろんな意味で。私は楽しみですね。でドローで言うとね、必ず死の組とか出るんですけど、まず E 組ね、死の組って言ってる人いますけど、これドイツとスペインにとっては全然死の組じゃないですよね。もう早くもマスコミなんかは、ドイツとスペインのマスコミはグループリーグは突破できるみたいなねこと書いてるんで、他ね、見るとね、そんなに死の組できなかったですね、今回、偏らなかった。強いて言えば、このドイツとスペインが
なぜ一緒のグループに入ってるんだっていうのが突っ込みたくなりますけど、まあ、ドイツのフィーバランキング12位なんで、まあフィーバランキングでね、偏らないように振り分けてるんでこうなるんですけど、まあ今ドイツ12位ですか、うん、ちょっと順位低いですね。だからこうなったんですけど、あとパッとグループ見てね、楽そうなのが一見ね、楽そうだけど、まあどこも楽じゃないですね。バランスよく振り分けされたと思いますよ。 A 組、カタール、エクアドル、オランダ、セネガル、ここ楽勝、楽勝じゃないか、意外にここは緩いですね。うん、まあ開催国カタール入ってるんでね、そうなるんですけど、ただ開催国っていうのがね、毎回ね、これ、うん、強いんですよ。日韓大会もそうだったんですけど、日本ですらその時ね、グループリーグ突破してベスト16入りましたんで。あと D 組、フランス、デンマーク、チュニジア、ペルー、ペルーとオーストラリアの勝者が、フランス、デンマーク、チュニジアとオーストラリア、ペルーの勝者、ここも、まあ、若干楽かなって感じですね。あと H 組、ポルトガル、ガーナ、ウルグアイ、韓国、まあ、韓国入ってるんね、アジアで。ここは厳しいかな。韓国も厳しいところで入りましたね。ポルトガル、ガーナ、ウルグアイ、韓国。うん、ガーナがね、FIFA ランキングは下の方ですけど、これアフリカ勢はどうなるか分かんないですから、やってみないと。韓国もそこそこ厳しいグループ入ったかな。A と D は比較的楽じゃない。楽って言ってもね、まあまあどこも厳しいですよ、ワールドカップは。はい。で、日本は 7大会連続7回目出場ってことで、すごいですね、7大会連続。ね、私子供の時なんかもう弱くて弱くて、まだ日本リーグでしたからね。日産自動車と読売クラブなんて、大体天皇杯決勝、その組み合わせ多かったですから、そこから考えると、7回目っていうのはすごいですよ。っていうか、私は年を取ったなっていうね、はい。4年に1回ですから。うん。あと、まあ、日本の最高成績、これベスト16です。ただ3回も入っベスト16行ってますね。2002年の日韓大会、あと2010年、これは南アフリカ大会かな。あと2018年はこれロシア大会かな。で、ベスト16入ってるんで、ベスト8行ってほしいですね、ぜひ。はい。いけると思います。で、次、まあ、第42回から通算しての7本目、7個目のトピックス。テレ朝で出てたんですけど、まあ、生理の貧困、まあ言ったかな、女性の、ね、生理の貧困ということで、まあ、厚生労働省が調査したら、約1割の女性がね、生理用品買うのに困ったことあるみたいな形で答えたっていう形で、まあ、社会全体で支援していく必要があるんじゃないかっていうね、ことを言ってました。で、これね、私なんで注目したかっていうと、まあこれ、生理の貧困、外国、アメリカとかね、ヨーロッパの方から最初は出てきたと思うんですけど、この話題ね。まあ日本でももう、まあ生理用品っていうのはね、男は使わないですけど、女の人はまず使いますから、必要ですから。これまずね、本当に支援していってほしいなと思います。で、うちがね、奥さんはもちろん女性ですし、子供3人女の子なんでね、全員これ生理用品必要になると思います。すっとね、まあ、いくらなの、私もね、買ったことはないですけど、もちろん。値段もわかんないですね。だからどれぐらい高いものなのか。ただ、ちらっと見たことあるのかな、安くはないと思いました。うん。で、一回整理すると女の人は一日に何枚使うのかとかね、その生理用品、ナプキンっていうの、うん、そういうのも分かんないですし、いくらかかるのかって分かんないですけど、うちもね、貧困世帯ですから、うん、これね、うちのためにも本当社会全体で負担してもらいたいなと思います。で、8番目、これ前言いましたね、伊藤詩織さんが、なんだ、性的暴力を受けたと、いわゆる、ね、望まない形で、うん、何でしたっけ、元 TBS 記者の方を訴えたと、うん、いうのの、まあ、派生した事案なんですけど、うん、その、伊藤詩織さんがね、まあ、売名行為じゃないかと、私もまあ、若干そういうニュアンスで前回言ったかと思うんですけど、そんな感じで自らを中傷する複数のツイッターの投稿がされて、それにいいねを押されて
いいねをたくさん押されて名誉毀損、名誉を傷つけられたということで、名誉毀損でこの伊藤詩織さんが訴えたと。誰を訴えたかというと、自民党の、まあ、衆議院議員杉田水脈って書く、なんて読むんですかね、美穂さんっていうのかな、わかんないです。でも有名ですね、この人、杉田さん、杉田女性の方、自民党の衆議院議員、この人に、まあ、名誉毀損で訴えたと。この人で220万円の損害賠償を求めた訴訟で、まあ、東京地裁の方でね、3月25日、まあ、請求棄却っていう判断が下されたってことですね。はい、で、伊藤詩織さん側は控訴するっていう形で、うん、これね、もうこのニュース、まあ、私これ取り上げなくても、取り上げてる時点で、まあ、これ伊藤詩織さんの宣伝する形になるんで、あんまり嫌なんです。まあ、宣伝って言っても誰も見てないね、あの動画なんで、いいんですけど、まあ、伊藤詩織さんもね、この裁判が職業なのかっていう形に なってきましたよね。もう完全にね、もう本当に、なんていうのかな、自分がこう、簡単に言うとね、外国にいるときに元 TBS 記者のなんとかさんから、うん、望まない形で、まあ、レイプされたと簡単に言うと。で訴えてるんですけど、私この人のね、ジャーナリストって言ってますけど、もうこのことしか分かんないですから、うん、しっかりジャーナリストの活動、この裁判とか、このね、ツイッターでいいね押されたからとか、ツイッターで名誉傷つけられたからって訴える、こういうニュースだけで有名になるんじゃなくて、本当に本業で頑張ってほしいなと思います。はい、で9番目、パン屋さん、ベーカリーですねのベルベが破産したっていうことで、まあこれ詳しくはあれですけど、まあ2021年11月突如閉店したと。ベーカリーの株式会社ベルベ、これ神奈川県大和市の本社がある会社で、まあ一時期スイートポテトが大人気で、随分ね、あの店舗数も増やして、負債総額58億ですから。ただ決算書上10億しか負債ないっていうことになってたみたいで、まあ随分ね、まあ、詳しく書いてありましたけど、粉飾決算繰り返してたような、で本当にね、嘘の決算書とか作って、まあ、新しい店舗作るたんびに金をその、まあ、金融機関から借り入れして、それを赤字店舗の埋めたり、全然要は借り入れ名目と支出名目が全然違ってたとかね、いろいろ悪事働かしてやったみたいですね、元の社長が、という形で書いてありました。まあこのニュースを持ってみたのは、やっぱり、まあ、コロナとかもありますけど、あの店舗構えるようなビジネスっていうのはね、やっぱり厳しいかなっていう、まあ、私も経営携わったことあるんで分かるんですけど、やっぱね、来客、来店を期待するような商売っていうのは難しいですよ。長続きさせるのは本当難しいと思いました。で10番目、まあ、ちゃちゃっといきます。10番目、ヘアカットのキュービーハウス。まあ、私もね、ヘアカット、髪の毛切るの、このキュービーハウス実は多いんですけど、の雇用形態が問題になってますよと。うん。異様な契約が問題になってると。うん。社員が社員を雇用するという形を取ってるみたいですね。で、どういう形かというと、エリアマネージャーが、社員をと、おそらく請負っていう形なのかな、まあエリアマネージャー、とにかくキュービーハウス本体じゃなくてエリアマネージャー、キュービーハウスのここから雇用されてるんでしょう、このエリアマネージャーが他の社員を雇用するって形、個人で取ってるみたいです。で要はあのキュービーハウス側としては、おそらくこの エリアマネージャーと業務請負契約してるんでしょうね。業務請負契約をエリアマネージャーとして、そのエリアマネージャーが他の社員を雇用するっていう形を取ってるんで、要はキュービーハウス側としては使用者責任等、を回避する、うん、目的があると思われるという形ですね。まあ、脱法行為じゃないかと思います。私もそう思います。
あとまあね、昔ね偽装請負いとか言ってね、こういうのも問題になったの、同じような問題ですね。これも要はキュービーハウス側としては、あの面倒な使用者責任とか、あの雇用契約とかね、あの社員をたくさん抱えることによって生まれるリスクっていうのを提言したいっていうのが見え見えの形態を取ってるってことで問題になってますね。まああとこれとこの記事でもあったんですけど、この記事の前回の記事で紹介されてたっていう形で書いてあったんですけど、あの私がねこれで思い浮かべるのがね、やっぱりね、あの冠婚葬祭業のベルコ。ベルコはね、私もこれ30前後かな、地元東京から地元帰ってきた時に就職活動して履歴書送って面接まで行ったのかな、もう怪しくって確か自分から断ったんですよ、ベルコ。要はここも偽装請負いですよ、おそらく。あのベルコが直接社員を雇用するんじゃなくて、同じようなエリアマネージャーみたいなのと雇用契約をして、もう私が入社するんであればベルコに入社したと思いきや、そのエリアマネージャーとか支店長か分かんない、その人の直にその人と雇用するというか、うん、もしくは請負契約で、ただ業務の指示とかは、まあ、キュービーハウスもそうですけど、キュービーハウスとかね、ベルコ本体からの指示で、まあ、就業時間とか就業規則とかをそこの本体が作った規則に合わせて守らせられるっていうような形、うん、取るっていうことで、これ完全に脱法行為なんですよね。でこうでもしないと儲かんないんでしょっていうのは分かるんですけど、これがまかり通ったら本当にねっていう話です。もう雇用される側としてはね、でもう長時間労働とか確かベルとかベルコとかあると思いますよ。キュービーハウスもあるんじゃないですか、もしかしたら、うん、そういうので追及されても全然、キュービーハウス本体、ベルコ本体は知りませんよ、うちの社員じゃありませんよっていうことで、あの逃げ切れるっていう形取ってるんだと思います。もうこれはねやめてほしい。でこの問題、あのニュースになってたんですから、なんでなってたかっていうと、あの個人加盟、個人で加盟できる労働組合があるんですけど、もう日本労働評議会っていう名前の日本労働評議会っていう、まあ、個人で加盟できる、労働組合がこういうもん、まあベルコにしてもあのキュービーハウスにしても問題視してるってことでニュースになってました。うん、これはいいことだと思いますよ。だいたい労働組合ないところなんていうのはね、こういうの上げようないですし、うん、まあ私のところもそうですけど、まあ、組合あるからってね、私なんかは全然声上げないですけど、勇気いりますんでね、そんな揉めたりして私も会社と揉めて要求することもないですし、私は長時間労働とか例えばノルマとかね、強要されたりしたら、まあ黙って身を引くタイプなんでね、大ごとにしないで、まあいわゆるブラックですね。ブラックはもう次から次へと、あれダメだったら次、ダメだったら次っていう形で転職繰り返すタイプなんで問題にしないですけど、ただこれ一個一個こうやってね問題にして潰していかないと日本社会っていうのは良くならないんで、この活動応援したいなと思います。この日本労働協議会ね、頑張ってほしいなと思います。はい、ちょっと駆け足で5つ行きましたけども、どうだったでしょうか。また明日明後日仕事をして、うん、その次にでもね、ハイオクランタン第43回ですか、あ、第44回か、次やっていけたらなと思います。はい、見てくれた方ほとんどいないと思いますけど、どうもありがとうございました。はい、またお会いします。失礼します。